今日で大規模漏水の発生から1ヶ月となる明治用水頭首工。午後から漏水箇所のある左岸側で応急ポンプ3台を設置する工事が始まりました。もともと左岸で取り入れた水は近くの川に流し込まれた後、農業用水や上水道に使われていますが、夏に向けてこの川の水量が減る見込みのため、今後もポンプを増やし十分な水を確保していきたいとしています。一方、右岸側の取水口からの自然取水に関しては今週末に始められる予定でしたが、東海農政局によりますと、水をせき止める鉄の板の追加の補強工事などが必要になったため、来週以降にずれ込むということです。